スタジオヨギーは東京都目黒区に本社を置く株式会社ヨギーが運営するヨガピラティスを中心としたスタジオ2004年2月東京都港区に株式会社ヨギーインターナショナルを設立同年5月第1号店となるスタジオヨギー原宿をオープンスタジオ事業を開始する同年11月社名を株式会社ロハスインターナショナルに変更 2004年9月、ヨギインスティチュートの母体となる、ヨガインストラクター養成講座を開設、スクール事業を開始する。現在、全国で2000名を超える、卒業生を輩出している。2004年より、ヨガピラティスに関する本を出版。以降、DVD や DVD 付きブックなどを監修、販売し、コンテンツ事業及び商品開発を行う。 2007年7月、ヨガウェアを中心とした、オリジナルブランドである、ヨギーサンクチュアリの販売を開始すると同時に、通販サイト、スタイルヨギーをオープン。マーチャンダイジング事業を本格的に始動する。2009年12月、本社を東京都目黒区へ移転。2010年4月、期間店となる、スタジオヨギー東京をオープン。2013年、 関西機関店となる、スタジオヨギー大阪をオープン。2018年、社名を株式会社ヨギーに変更。本社移転。2018年11月、初のコンセプトショップ、スタジオヨギー MARKEAS 福岡桃地をオープン。2019年現在、全国に全26店舗を運営している。全国に26店舗を展開中。 オープン当初からマタニティ向けのヨガ、ピラティスのクラスを開催しており、定評がある。妊娠期の著名人が数多く通うことでも知られ、長谷川純、結城真海などが公言している。ありがとうございます。